それではこれから、ゲストの方を迎えてトークショーをしたいと思いますので、大会の皆さんもよろしくお願いします。ゲイロティックアーティストで、今回の脚本を書いてくれた高見健郎さんです。こんばんは。僕のパートナーで、僕以外のスタッフ、岩田博樹さんです。じゃあ、座りましょう。はい。雑な紹介を してしまったんですけど、岩田君は、この撮影の現場は、現場スタッフが僕と岩田君とカメラマンの田口博樹さんと3人だけだったの。そうですね。いろいろね。いろいろちゃんと制作のことは全部見ているというのがあるので、今日はちょっとお話をさせていただきたいと思います。はい。自分が、今泉監督とはずっと一緒に映画を作っているんですけれども、今作を作るときに、田上文五郎さんに脚本をお願いしたいと思っていて、そのやり取りをずっと2人でやっていたので、僕は直接はどういうふうに変わっていったのかみたいなところは、直接見ていないので、そこら辺のところをお伺いしたいなと思っています。もちろん皆さんご存知だと思うんですけれども、高見さんは、漫画というフォーマットで、もう長年にわたってご自身の、書きたいの、読みたいのというのをこう形にするという作業をずっと続けてこられた方で、今回の作品は当然その田辺さんのなんか漫画があったものを映画にしたわけではなくて、今泉監督が書いていただきたい、でこういうシチュエーションがあって出演者は自分とあと主演の真島亮太っていうところをお伝えしてお願いしたって聞いてるんですけど、そんな風に始まったんですかね。そうですね。多分最初に会ってるのはあれだよね、家族コンプリートの上演の時のトークゲストみたいなので、私は家族コンプリートには何も絡んでないんだけれども、トークゲストで来てくれないかっていう話があって、渋谷のアップリンクであって、でその後なんかお茶飲んだりなんだりしてて、で、次は次回作スベスベの時もなんかやったんだっけ、はい、スベスベの時にもトークショーでやっぱり出て、でじゃあ次なんかや次で、何かやりたいんだけど高部さん脚本書いてくれないみたいな話を、今井さん君から聞いて、一緒にやりたいっていうふうに言ってきてくれて、で私はその脚本というのは全く書いたことがなかった。私ね、根が割と面白そうだったらとりあえずやってみるというタイプの人間なんで、やったことないし面白そうだしいいかもなと思って、あ、いいよというような話をして、でその段階ではね、なんかオリジナル脚本を考えた方がいいのかなと思って、自分の中で、予算もきっとないだろうから、あんまりその場所があちこちかかったりとか、あとプロの役者さんを使わないのは知ってたから、そういうのも込みで何か少しコンパクトな話で面白い話がないかなってちょっと考え始めてはいたんだけれども、その後のミーティングで多分会った時に、ベルリンで撮りたいという話、それで、ポルノにしたいという話、それと、自分とが出るという話と、あと亮太君をもう一回撮りたいという話が聞いて、それで私が最初にちょっとぼんやり考えていたアイデアは遊びで使えないわっていうことになってで、じゃあ改めて考えるようにしようという感じで始めた感じですね。僕はもともと田上さんの漫画が好きで、読んでいて、それで映画ってお知り合いになって、一緒に何かできたらいいなというふうにはぼんやり思っていたんですけど、そのこれの前に撮ったすべすべの秘宝が高崎圭一さんという漫画家の原作を、でやったんですけど、じゃあ田上健五郎の原作漫画を実写化するって思った時にそれはあらゆる意味で不可能
まず、うん、だから田上さんの漫画を、実写化しようっていう頭は最初からなくて、オリジナルで描いていただきたいっていう話をしましたね。ね、私はその、まあ、主演が今泉光一と、あと相手役が真島亮太ということで、そもそもここで私のセクシュアルなファンタジーが入り込む余地は全くないなと。そうですね。で、まあ、例えば、まあ、漫画と脚本は違いますけれども、この人にこんなことをしてほしいとか、この人がこんなことをされているところが見たいというような、こう、なんていうか、モチベーションで書くんではないだろうなっていうのは分かったので、じゃあ、その面白そうって思ったのは、例えばどんな部分だったりしたんですか？うんうん、はい、それはやっぱり、コラボレーションという形が面白いかなと思った。だからひょっとしたら今泉君は、そういう最初の条件をやって、私がある程度そのもうストーリーも込みで、脚本に入るのを期待してたのかもしれないですけれども、私はちょっとそれは今言ったような自分のファンタジーとしては全然縁がない世界だということもあったので、それいうつもりはあんまりなくて、どっちかというとそのやり取りする中で引き出していきたいなというふうに感じましたね。でその実際に今ベルリンで撮るという話が割と具体的になったときに、田上さんからいろんなその写真が送られてきて、ここにこんなものがある、ここにこんなものがあるから撮ってみてはどうかみたいな、例えば、戦勝記念塔ってすごく天使の金の天使があって、でその下のレリーフのところで兵士がキスをしている、男の兵士が男にキスをしている、うん、ベルリン子も知らなかったというそうなんですよ。その写真を、チーフェスドイレってベルリン天使の歌とかでも出てくる、当時のすごい有名なツーリストスポットで、リーフレットの中に、うん、まあ、男の人がキスをしているリーフレットの写真が送られてきて、僕は、チーフェスドイレは何回も行ってるから知ってるけど、うん、その絵は全然見たことがなくて、でもあるっていうので、まあ行ったらあるんだろうなと思って、ベルリンに行ってベルリンの人に聞いた、知らないって言えない私もだからあれは自分がベルリンに行った時に一人で観光のタイムの時に、まあ、名所のジーゲスドイレに行って、あ、こんなものがあると思ってガチャッと撮ったんだけど、その写真をそのベルリンの人に見せてもどこにあるんだって言われるからそんなに見つかりづらいものなのみたいな感じで、うん、そうですね、まあ、少なくともベルリンのゲイの人の中で、うん、なんかアイコン的なものでは全然ないですね。で、で、まあ、私自身がその自分のビジネスとか、でベルリンに行ったことがあるというのも、舞台をベルリンで撮りたいという話をした時には、面白そうだなと少し前向きになる理由の一つでもあって、でやっぱりそのベルリンに行ったこともないのにベルリンの話をかけて言われてもそれは無理だけれども、まあ、多少なりとも知ってる場所だったら自分のテイストも盛り込めるし、体験も反映できるなというのも面白さでありましたね。で、私がそのかなりそのこれを撮ったらどうかみたいなところまで、多分普通脚本ってそんなことしないんですよね。しないでしょうね。ここにいてこれを撮りなさいとか脚本は普通の脚本は書かないんだと思うんですよ。まあそこはちょっと細かくやってみたというのは、まあ、一つ理由がありまして、それは私がそのこの映画でちょっとやってみたかったなというのは、漫画ではできないことをやってみたかったんですね。どうせ実写の脚本を書くのであれば漫画だとできないものをやってみたかった。で、それは何かっていうと、漫画ってやっぱり1から0から全部自分で作り出すものなので、全部自分のコントロール内にあるわけですよ。で、それをどう配置しても結局それはその自分の中で完結してしまうものであるし、セリフとかはにはその偶然性もなくなるし、意味性というのも自分の枠から出ないというようなところがあって、で実写だったらそういう枠がなくなるんじゃないかなと思うっていうのが少し自分で試してみたかったんですね。ですんで結構これ会話がシーンがありますけれども、ストーリーを動かすための会話というのはさせてないんですよ、基本的に。この場で普通こういう状況でこういう2人があったらどういう会話をするだろうというのでやっているので、その会話をもとにエピソードが発展していくとか、その会話で何か流れが変わるみたいなことは全く意識しないで、基
基本的に日常製品が書いてるんですね。でそういうので何をやりたかったかっていうと、あのパッと見にこの映画で亮太と浩一というのはちゃんと会話が通じてるし、セックスもしてるし、コミュニケーションが取れているように見えるんだけれども、果たしてそれはコミュニケーションが取れているのかということをちょっとあの相反する要素を出せるんじゃないかというところで書いてたんですね、脚本は。でこの見えてるものと見えてるものが、そのあるものがその意味は受け取り方によって違うというのが、あの一つやりたかったことでもありまして、それで多分そのジーゲス・ドイレの今の男性同士のキスというのは 別にそれはゲイの表象ではないんですよ。ただそれをそのゲイの、映画の枠組みの中で配置すれば、それはやはりゲイ的なものに見えるだろうというところがあったのと、あともう一つ指定したので、あの博物館棟のこれこれこういう場所にライオンに組みつかれているヘラクレスがあるから背中から撮ってみたいな写真があって、それもそうで、それは普通に世の中一般的に言えばおそらくただの美術作品ではあるんだけど、私にとってはとってもエロい立体物だったので、それをやっぱり出すことによって、そういう世の中であるものが見方を変えることによって違うふうに見えてきて、果たしてそれがどっちが正しいとかそういうのとは関係なく、世の中にはいろんなものがあるんだなというのをちょっとやってみたかったなというのがあって、細かく指定したって感じですね。まあ、ちょっと話はずれるんですけど、ヘラクレス像も、やっぱり誰も知らなくて、それで、いろいろなんか画像検索みたいなのをかけてくれて、博物館棟にあるみたいっていうすごいアバウトに博物館棟って言ってもベルリン行ったことない人はなかなかイメージ湧かないかと思うんですけど、広いんですよ。あるエリアにいろんな美術館とか博物館がもう5つくらい、うん、あの密集しているコンプレックスになってて、うん、まあ、そこも観光名所で、そうですね、うん、で私なんかはそこあの美術館も好きなので観光客で行って、でどっかの一つ見終わって出てきたら目の前にあれがあったんで、うん、まあエッチと思って喜んで写真を撮ったんだけど、ああいう彫刻物っていうのかな、うん、ああいうのがもう本当そこら中にあるようなところ、なんかそういうのはよくイタリア行ってもなんか見つけてきたね。そう、あの割とあの何あの男の裸センサーが発達しているので、あのヨーロッパの街のメイクと至る所で男の裸が割とピンポイントで、あそこのドアにヘラクレスがみたいなので写真撮りに行ってよく見つけるねって感心されたことがあるんですよ。それを脚本に書いてあるわけですよ。博物館とのヘラクレス像に見とれる量だとかって書いてあるから僕としてはやっぱりそれは取らないと。ありがとうございます。いたんだけれども、一つだけ脚本には書かれてなかったんだけど、うん、高見さんのアイデアで実現できなかったことが、うん、ブランデンブルク門なんで、もうトラバントでカーセックスっていうシーンを言われて、トラバントってご存知の方いらっしゃいますか？みんな知らない。なんか西ドイツ時代からの古い、あの 東ドイツ時代からの古い車なんだよね。そうです、うん、あのいわゆる国民車っていうことで作られていた。でドイツが統一された後に当然その東の企業がだんだん淘汰されちゃって、もう時代遅れて排気ガスも出るしみたいなところで、一部にすごくこう愛好家が残ってマニアックな雰囲気があるみたいな、アンティークみたいな感じで、まあ、逆にすごい高いっていうか、あの骨董品としてある。でそれがなんかブランディングモーンでちょっと乗って写真撮るみたいな。そうそう、あるあったあったあった。そう、自分がブランディングモーンを見た時に、なんか乗って写真を撮るんだか一回りしてくれるんだかみたいなのは分かんないけど、そのトラバントってのが止まってて、まあ観光ツーリストサービスをやってたんで、それちょっと思い出して、まあ、この中でバーセックスしたら面白いんじゃねえと思ったね。僕も一応ね、ベルリンね、プロデュース引き受けてくれた人に、いや、トラバントって借りれるって言ったら、借りれるよって言って、レンタルしてるって言うんだけど、ものすごく高いって言うのと、あと、その人はプラスチックでできてるって言ってたんだけど、
強い手で力で押すとペコって割るといっちゃうんですって。あとサイズが小さい、ね、あそれは、うん、で、キャスティング、そのシーンでキャスティングした人が180ぐらい、190入りきらない、はい、絶対入らないよって言われて、それでもやめました。それは本当に別に何か意味があったわけではなくてね、自分の記憶とあれがついて、ただ僕もそれはやったら面白いな、絵としては面白いよね、うん、きっと手前に来たらドラマンとかあって、その中でカーセックスがあって、その向こうにブランデンブルグ門があって、普通に観光客で、そうですね、絵としては面白い。ブランデンブルグ門でいうと、ブランデンブルグ門で撮影してるんですけど、ちょうどあれ、ユーロカップをやってた、ね、ユーロカップをやっていたんで、あのね、パブリックビューイングのために、うん、そこの近くを封鎖してしまっていて、通り抜けられないようになっちゃって、で、別にドイツで試合やってんじゃなくて、ドイツ戦がある時に、はい、まあ、みんなで見るっていうイベントをやるためにもうあらかじめ封鎖をしていて、で、あ、しょうがないねって言ってそれで撮ったんですけど、ただ問題になったのはその6月に滞在してた頃にずっとそのサッカーやってて、で、ドイツが得点すると花火が上がるんですよ。で、セクシーン撮ってバーンとか言ってる時にテロとかやってたので、でテレビつけるとドイツがこうやるとかサッカー終わらないかなと思って、はい、で、まあ、僕がこう見ていて言ってたのは割とこう脚本通りに撮りたいって言ってたのがあって、うんうん、その例えば射精のシーンとかで、うんうん、ペニスのアップ、射精するペニスのアップが入るみたいなのがあって、それには異様にこだわって撮ってる。ありがとうございます。それはなんか、僕が自分の経験値で、たまたま自分がデビュー、ピンチング映画っていうポルノ映画の俳優として僕がデビューしたんですけど、そのデビューした監督が、作がずっと続いたんですけど、その監督が、もう脚本に書いてあることは絶対撮るっていう人だったので、終わんない、終わんないよって言うんだけど、思うんだけど、もう絶対に撮るっていう人だったから、そういうのがすごく頭に染み付いていて、書かれたもの、自分で書いたものはいいんだけど、書かれたものは絶対に撮るっていうのを基本的には思っていました。多分あれも普通は脚本にあんなこと書いてないけどね。だから、りょうたのアムスのアップとか書いてあるから撮らないと。ね、これもやっぱり一つ私の中で思惑がありまして、今井の2作品を過去を見ていて、割とそのセックスシーンってそんなに正常的には撮らない人で、どっちかというと、はい、引いた感じで、静かに撮るタイプだったんで、そこはちょっと私が絡むんだったら、でしかもポルノを撮るっていうんだったら、そこはちょっと壊しても面白いんじゃないかなと思ったのが一つと、あと私はそのポルノを、ね、ポルノをやりたいって言われた段階で、じゃあその必要性のない意味のないエロは入れたくないなと、要するにその話が何かあって合間合間にただエロが挟まってればいい的なのはやりたくなくて、そこはちゃんとこの会話シーンと同じようにエロもちゃんと見れるような、そんな感じの表現ができたら面白いんで、新しくて面白いんじゃないかなと思ったんですよね。だからその例えばそのここでそのりょうた君のアムスのアップみたいなのってのは、いわゆるそのセリフでりょうたはいみたいなのと同じニュアンスでやってるんですね。ですのでそのセックスシーンに関しては特に最初のところが、後半は割ともうちょっとアバウトになったと思うんだけど、最初の段階、最初の2人が出会った最初のセックスとかはそこら辺はすごく重要だと思ったんで、かなり細かく書いてて、そしたらね、とてもその通りに撮っていただけて、おおって感じですよね、それは。最初の、最初に部屋に連れ込んだセックスっていうのは、あれは僕は本当にワンカットで撮りたいと思っていて、撮影の田口さんと、カメラの位置とかで、撮っていて、ここに来たら手持ちで寄っていくみたいなことを言って話していたんですよ。それで写生のシーンまで撮っちゃうから、NG 出せないじゃない、だから
影するときにフェニスにこう寄ってっちゃったんですよ、うんうん、それは田口さんは、まあ、写真の人だから、うん、ビデオの人ではないんだけれど、うん、G メン時代に、うん、まあ、ビデオの撮影とかもやっていて、はいはい、写生のシーンはチンチンのアップにするっていうのが決まりじゃないんだけど、うん、そういうのがもうなんか当たり前決まりなのかな、うん、みたいな風になってて、うん、今泉君がそういうの好きじゃないっていうのは分かってたんだけど思わず言っちゃったっていうのがあって僕はその、これは個人的なことなんだけれど、うん、僕写生するペニスのアップを見てもあんまり嬉しくなくて、うん、そのペニスとその顔がセットになっていないと、うんうん、いやいやって思っているのでそこだけはねあの NG 出して、はい、あの別の日にもう一回、うん、最終回、うん、一つお伺いしたいんですけど亮太がよその男と会って、はい、セックスしてきて帰ってきて、うん、それを聞いて、うん、再現するっていうアイディアはどちらか、あれが私ですね、うん、あれ私はだからその最初のさっき話戻りますけど、僕と亮太でベルリンでみたいな話をしてイメージからパンコパリでみたいな話をしたんで、私が最初に提案したのは、じゃあ2人で密室でやりまくる系 の、うんうん、あの今泉君が亮太に溺れてボロボロになって捨てられる話はどうっていうふうに提案したら、うんうん、いや僕が捨てたいそれは覚えてない。それのあと亮太をめちゃくちゃにしたいっていう、多分これはあの映像作家的なそういうのを撮りたいっていうことですか。そういうことを、そういう話が前提であったんで、じゃあ亮太君はなるだけいろんな人と やってもらおうという。でもそうすると全くいなくていい人になっちゃうからそれをよ、まあ、あの部屋で待ってるだけの人になってしまうから、じゃあそこでその2人のドラマはどうやって作ろうかなっていう時に、あ、じゃあこの再現してやるというのをあのやって組み込むと話として面白くなるんじゃないかなと思って取り入れてみましたね。はい。なるほど。で、こう、なんていうのか、その、まあ、脚本を書いてる時に、やっぱり絵として浮かぶ感じだったんですね。その、まあ、どれが出るか分かっていて、うんうん、行ったことあるとして、うんうん、で、まあ、まあ、漫画を描くときにどういうふうに浮かんでるのかというのは多分違うんでしょうけど、うんうん、そうね、まあ、絵で浮かぶ、例えばセックスシーンで細かく描いてるみたいなとか、あのここでこうしてああしてこうしてみたいなっていうのはある程度は絵では浮かんでたりはするけれども、でもその漫画みたいに構図も込みでしっかり浮かぶみたいなとは全く違いましたね。で、あと例えばその台所で会話してるみたいなのって漠然とした映像みたいなのはあるけれども、でもそれがそのじゃあ漫画でいう決めの必ずこれでこの絵でしかないというところまで思い浮かべたかというとそういう感じではなくて、そこら辺はどっちかっていうとこういうふうに文字で書いといたらそれをどう翻訳して絵にしてくれるのか、それが楽しみだなと思って書いてたところはありますね。まあ、なんかさっきおっしゃってたのはその、まあ、書いたところをちゃんと撮ってたっていうところと、あとなんかこう撮るとは思わなかったみたいなところとかって、ああ、はいはい、それは一箇所やっぱりありました。ミオが訪ねてきて、で、過去の回想が始まりますよね、はい、私、あそこのパートがあんなに長いと思わなかったんですよ。私、あそこは脚本では頭をよぎるって感じだったので、スキル写真がテテテテテッとやって、500人のみたいな感じだった。テテテテテってスキル写真が表示されて終わりかと思ってたんだけど、あそこでああいうふうにあの動画でセックスシーンをやるのを、全然ドラマ的にやって、で、出来上がる口があって、監督が泣きののみたいなのは全く私の脚本では想定外で、あれは一番びっくりしたところですね。そうですね、あれもなんか東京帰ってきて撮り始めたらなんかあのベルリンでやっ撮った分は自分がもう編集を始めてて、あと東京の分はじゃあこれくらい開けときゃいいみたいな待ってたら、なんか
今日も撮る、明日も撮る、明後日も撮るとかって、どんどん撮っていて、何で撮んだよっていう感じになって、私はその話を岩崎君から聞いて、まだ撮ってるのって、なんか一日で写真何枚か撮れば終わりじゃなかったのと思って、どうなるんだろうと思ってて、でそこら辺はあの映画を見て、あ、なるほどこうなったのかって言って、やっぱりこれがなんかコラボレーションの面白いところだなと思ったのは、私は割とその結構脚本はドライに書いてたんですね。もっと突き放した感じで。そうですね。うん、でそれをその今泉君がそこにウェットな要素を乗せてきてるというところで、これは多分やっぱりコラボレーションしたから出てきた面白さかなとは思って、それが私は今回一番大きな体験的な収穫でしたね。それで言うと、僕はウェット、ドライなものをウェットに、変換させたかというと、意図的にそういうふうにしたわけではなくて、やっぱり台本があるけれども、実際に現場に、現場っていうか、これ、僕が住んでる部屋っていうのは、僕ら3人、4人か、4人で1ヶ月間借りれるアパートみたいに、月1ヶ月間そこに寝泊まりして撮影をずっとしていたわけです。そうすると、例えば台所って書いてあっても、台所の形っていうのは想像してたのとは違うし、生活していく中で僕と真島のコミュニケーションの取り方とか、こう気が合う時とか合わない時とかっていうのももちろん悩みはあるし、それを、うまく、プロの役者じゃないので、ハイな時のハイのシーンを来たらじゃあみたいな、そういう計算をしていたけれども、ほとんど現場で生まれたもの、これがやっぱり面白いかなと思うんだよね。さっき言ったみたいに漫画った漫画っていうのは私がその全てをコントロールするので偶発性というのがないから、だから私がそのドライなあのシナリオを自分で思いついてそれを漫画にしたら、それはやっぱりドライなものになると思うんだよね。でそこにやっぱりそういった別の人が加わることで、違った形のものができるっていうのは、これはやっぱり私にとっては新鮮だったし、あと実際その脚本を作る段階でも、今ちょっとさっきちらっと言ったみたいに、私はその今泉君からやりたいこととか、撮りたいものがあったら何でも言ってみたいな感じでどんどん聞くようにしてたんですよ。それをその聞いて、じゃあそういうのを取り込んで、そこでもう一つの物語に組み上げていって、そこに何か一つのテーマを持たせることができるかっていうのが私の今回の脚色の仕事、脚本の仕事で、いやこれは本当にその脚本の段階からキャッチボールをしてたわけですよ。はい、そうですね。で、だから例えば私はその最初の脚本では、高一は本当に一人ぼっちで、ベルリンで引きこもりをやっていて、友人も誰もいないみたいな感じで書いてたんだけど、やっぱそれでは嫌だと。嫌だというか、シャオカンも出したいという話で。そうですね。で、少しそういうちょっと現実にも知り合いがいるという系のニュアンスが加わったり、あとは私は本当に高一は、ドイツ語は全く喋れないという前提で書いてて、なんだけれども、いや、自分がドイツ語を喋るシーンが欲しいというので、そういうニュアンスが加わったりとか、そういう感じでキャッチボールをやってましたね。そうですね。で、それで、ある意味その私の中で、描いたキャラクターというのが、今泉君に刺激されて、自分の想定とは違う方向で、広がったり、もしくは自分の想定をさらに固める形で深まったりみたいなのが、やり取りをする間で結構、自分でやってて面白いなとは思いましたね。なんかシャオガンに関して言うと、僕は、彼、中国人のシャオガンという役の人が出てきたんですけど、あの人は北京のクイア映画祭の、スタッフで、僕が北京に行った時に知り合って、あ、この人いいなと思って、ちょっと目をつけて、それで、中国人の人を出して、ないんですけどって田上さんに、提案してキャラクターが出来上がったんですけど、その僕とシャオガンの関係っていうのが友達とか知り合いみたいな感じであんまり本では書かれていなくて、映画でももちろん
しい。あった。そういうところがやっぱり、うん、そうですね、そういうところが面白さみたいなことなのかなという気がしますね、うんうん、だからそこまではまあ、例えば監督のその役者さんに対するどれくらいのこう思い入れみたいなのはちょっとわかんないから、うん、まあ、キャラクターとして中国人で、うん、これくらいの年格好で、ベルリンで何やってるかみたいな。私の場合はもう自分の仕事というのは脚本を書き上げるまでだなというのがあったので、うん、あとはもう全部書き上げたらもう私は楽なもんで、入ってきたよって渡して取ってきてねっていうのがすることなん で、 であとはもう一切その実際どうであったかみたいな、どうこうしなさいみたいな干渉するつもりは元からなくて、逆にね、今泉君の方がこういう撮り方でいいんだろうかとかちょっと心配してたみたいな話を漏れ聞いたので、あ、そんなの気にしないでいいのにって思ったんだけど、そういう意味ではもっとなんかバッサリ改変が入ったりするところがあってもしょうがないなとは思って、まあそれがあまりにも自分の意図と違っていたら脚本の名義をちょっと匿名にしてもらおうぐらいの感じではありますね。幸いそういうこともなく。僕はまあともかくとして、割と真島とか美穂ちゃんとかが、これで高見さん大丈夫かしらっていうような私何者そんなに高見さんにビビっていたみたいなことがあったら大丈夫よって言うしかないんですけど、うん、でも確かに脚本がほらキャスティングがもう決まってて、うん、メインが決まってたから、セリフなんかは当て書きができたので、今井君は何でもあってよく知ってるし、ヨタ君も会ったことはあったので、スベスベそうスベスベの時、ただ、私の記憶がね、そのスベスベの時のヨタ君だったんで、実際映画見てみたらやっぱりちょっと大人になったってるというか、うん、少したくましくなってたから、ちょっとキャラクター描写が今のヨタ君にはしてはちょっと無邪気すぎてるところがあるというか、ちょっと柔らかい部分があって、もうちょっと男っぽく書いてあげてもよかったかなみたいなことは思いましたけどもね。すべすべの貧乏ってさっき高崎圭一さんって漫画の原作があるって話だったんですけど、まああれはやっぱり漫画のセリフを脚本に起こしているので、うん、やっぱり話し言葉としては若干不自然というか、言いづらそうなところはあったんですね。うん、そうです、あれはやっぱりまあ見ていて気になったところではあって、うん、読んでる感がやっぱりどうしても残っちゃうので、うん、それはできるだけ避けたいなというのもあって、うん、さっき言ったみたいな、その話を進めるための会話をさせてないっていうのは、一つにはそれを回避するっていう目的もあって、本当に日常で交わすような会話だけで成立させてみようというところがちょっとチャレンジでした。で、多分これって映像、実写映像みたいな情報量が多い画像だと、多分それでも持たせることができるんじゃないかなという期待があった。これを漫画でやろうとすると、話は進まないわ、会話内容にこれといった意味がないわ、しかも絵は静止して漫画だわってやると、おそらくストーリーとして持たないと思うんですね。で、これは多分、もしも自分が実写で何かをやるとしたら、こういう実験をしてみたいというのを脚本に書いて、お願いします。そうですね。まあ田辺さんの漫画が映像にっていう手ですと、もちろん弟の夫というドラマがありますけれど、はい、例えばそのご自分が書いてこられたエロティックな作品に関して、なんか実写化されるとかされたいとか、そういう気持ちってある？ねえ、そもそもなんか実写で見たいと思ってらっしゃるのかっていうのも、まあどうだろう、じゃすごくちゃんとしたね、環境でちゃんとしたバジェットでとても素敵な人を使ってやってくれるんだったら見てみたいけれども、キャスティングですね。そう、キャスティングだ。そこでなんか中途半端なことをするんだったら見たくないなというのがありますね、うん、ただまあ弟の夫のドラマ化を見て思ったのが、やっぱりそのあれも漫画といいかな、ね、全くイコールではなくて、脚本演出の方の視点というのが入っていて、でそれがその私ラストが原作と違うんですけれども、それがその私としてもその自分の作風としてこれはやらない、でもこういうこれはこれでありだなというのを見せてもらって、でこれは
がとても面白かったので、そういうことを考えると、じゃあ私の考えた話を他の誰かが、作家さんが翻訳してどうなるのかというのはちょっと見るのが面白いというのは欲は少し出ましたね。でもポルノはそれはないかな。どっちかというとアニメーションの方がいいですね。それでもね、毛をどうするんだという問題がいい加減な毛はやってほしくないそうすると 2D のアニメにね、毛だけね、なんかアプリ使って生やすとかね、3D で、でそれがちゃんと動きにつられて物理演算でなびくとかね、斬新だと思うけど誰も喜ばない気がする。100分ぐらい作って終わりです。なんか体毛の話で言うと、田上さんはまた体毛にこだわりがあると思うんだけど、うん、僕もあって、うん、僕の場合はなんか手入れをしないでほしいっていうのがあるんですね。うん、だから、向こうのプロの場合の代表です。デビューは手入れするから、うん、それもしちゃってるものはしょうがないけれども、なるべくしないでねって僕はいつも言ってるんですけど。でもどっかのレビューで書かれたよね。見苦しいタイミングレポーターの香港のレポーターの人ですけど、ポルノというにはあまりにも見苦しいタイミングを使われて、ポルノって言ったらツルツルなのかなっていうのは、ここら辺はやっぱりここがでもスタンダードなんですね、やっぱり。ただ、そのレビューはとてもちゃんと書いてくれていて、うん、面白かった。彼女にとってポルノではないっていう、いわゆるポルノではないけれども、うん、映画として見るところはあるっていう。でもなんかその見苦しい待望のところで私と今泉君も両方知っているアメリカの映像作家のグラハム・コルベインズが爆笑したっつってましたけどねそこを読んでそうですね。だからポルノとポルノビデオみたいなポルノではまあない、そうですね、伝わってるんだと思う。そこは良かったですね。ね、ポルノを撮るんだったらね、新しいポルノを作りたいもんね。で、世の中の芸映画の性表現って結構どんどん先鋭化して、結構ものすごいことを普通の映画の枠でやるようになっていて、でそれはもうここ数年で見ていて知ってたので、やっぱりどうせ撮るんだったらそこを相手に勝負したいなというのはあったんで、それはこの辺はトラビス・マシューズとか、そうですね、あと、アラン・ジロードでしたっけ、名前忘れた、湖の見知らぬ男みたいな、ああいうダイレクトに、性液や、何かを見、性行為そのものをダイレクトに見せているんだけれども、でもその文法は AV や今までのポルノ映画ではない文法で、そういうものを取るというのをちょっと今泉君にハードコアをポルノ以外の文法で撮ることによってというのをちょっとやってみてほしかったなというのはありました。ちょっと脱線すると、ブルース・ラ・ブルースってずっと撮ってる人ですけど、最近作はもうアメリカの有名なポルノスターをベルリンに引っ張ってきて、でコッキーボーイズ。コッキーボーイズっていう、阪神系で有名なところですけど、本当にスターをバンバン使って、あとフランソワ・サバとか使って、はい、どんどんやってましたね。でそれで、ブルース・ラ・ブルースの劇映画をやって、セックスシーンもきっちり撮るんですけど、ちゃんと映画になってるっていうのがすごいなって、そして面白いんです。あの人はかなり政治的な主張のある人なんですけど、その政治主張を使うためにちゃんとエロを使っているというもので、こういうことを今世界ではやってるんだなっていうのを改めて思います。これでなんか前泉君からリクエストされたけど、私が一つだけごめんなさい、これは入れられないって言った8人の話なんですけど、それはすごいですね。だって私なんか今泉君からこれやりたいって言ったら OKOK、OK OK、っつって取り込めってことができたんだけど、一つだけできなくって、それはその彼、今泉君と亮太君がタンゴを踊るっていうシーンを、タンゴを踊るシーンを入れたいっていう話があって、どう考えどうやろうとしても単語が入らなくて、そもそもどういう必
チュエーションでいきなりタンゴって踊り始めるのって思って、ラジオからタンゴの音が聞こえてきて2人でいきなり踊り出すとか夢の中で2人で踊るとか、ないわーみたいな相手しか出てこなかったんで、これはごめん、そのシーンは諦めてって言って、多分それが唯一ぐらいだよね。そうですね、そうですね、うん、あれは何、ブエノスアイレスとかとちょっとオマージュ的な意味があったの、それともやっぱりラストタンゴインパリにこだわりたかったみたいな、ラストタンゴインパリをやりたかったっていうのがもう第一で、うん、その、ブエノスアイレスはもちろん意識はして、うんうん、それは意識はしていたけれども、ただそれもぼんやりと、ぼんやり、なんかやりたいなと思って、岩佐君、タンゴ作れるって言われて、曲としてね、で、僕は僕で、ダンサーの友達とかいっぱいいるから、タンゴ踊れるみたいな、ふんどしも一人で締められなかった男がベルリンでいきなりタンゴ踊ろうって言ったから、怖いもの知らず一人いるから、そうなんだ、それはなったです、うん、今回はまあ割と面白かった、私はとても面白かったですね、なんていうか、やっぱりコラボレーションを してみるのが面白いかなと思って始めたプロジェクト で割とそのコラボレーション面白かったなというところまでちゃんといけて、でそれを武器にしても私結構この映画面白く見れたんですよ。ひょっとしたらその途中で飽きちゃうかなとか、自分で見るとね、そういう心配もあったんですけど、それはそのプレビューでいつだったかの、どこかのマンションの AV ルームみたいなところを借りて完成して見たときに、最初から最後まで面白く見られたんで、そこはすごく良かったなと思いました。ありがとうございます。なんかこれで、まあ、きっちりこう2人で作品が作れたというのもあります。ここ上映のために来ていただいて本当にありがとうございますということなんですけど、ちょっとこの時間結構経っちゃいましたので、この辺で終わりにさせていただきたいと思います。はい、田上さん、ありがとうございます。ありがとうございます。長い時間になって、遅い時間になっちゃいましたけど、どうもありがとうございました、年の頃に明日も上映ありますので、よろしかったらじゃないですけど、まあ、お友達とかにお伝えかなと思います。この先多分上映できるのはほぼないと思うので、ここがでできるかなと思うと、ここもなくなっちゃうみたいな、上映する場所はなくて、はい。